はい、こんにちは、ケンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、はじめまして、私はワンティフォンと申します。今年24歳です。ベトナムのホチミンから来ました。今、広島県に住んでいます。仕事は、食品の仕事です。会社の名前は広島駅弁株式会社です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォンさんと呼んでいいですか？はい。フォンさんと呼んでいいですか？フォンさんですか？ファンさんですか？皆さん、もしろ お願いします。フォンさんと呼んでいいですか？それともファンさんと呼んでいいですか？はい、フォンいいです。フォンですね。はい、わかりました。はい、フォンさん、いつ日本に来たんですか？2018年8月から来ました。2018年ですね。はい。はい、じゃあ3年日本にいました。はい。なんで今の仕事を辞めますか？前の仕事ですか？はい。3年終わって、印刷の仕事は5年に、なることができないですから、この仕事を、変わりました。うん、今の仕事。前の仕事、こと5年目ですね。いや。今何年目ですか？今4年目です。いや、4年目ですね。前の仕事は印刷なので、特定技能を変えられないので、仕事を変えられますね。はい、はい、そうです。今、アルバイトしたりしていますか？うん、しないです。ないですね。今、どこにいますか？今、広島県にいます。広島ですね。はい、わかりました。今前の会社で働いていますか？いや、今までの技能実習生働いた会社、同じ会社で働いていますか？違う会社です。あ、違う会社ですね。今の仕事は何やってますか？はい、今の仕事はお弁当を作ります。あ、お弁当を作っていますね。はい、わかりました。なんで介護の仕事をやりたいと思いますか？今の仕事は仕事をちょっと、時間があまりないですから、そして、日本にずっと働きたいですから介護を選びました。介護っていう仕事をイメージしましたか？どんな仕事か調べましたか？はい、調べました。介護の仕事は、おばあちゃん、おじいちゃんと話したり、できないことを手伝ってあげたり、例えば、食事とか入浴とか排泄とか、はい、そうです。分かりました。はい、例えばおじいちゃんおばあさん、元気な方もいるんですけど、あんまり元気ない方だとかなり大変な仕事もついてくると思うんですけど、それは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。フォンさん、趣味は何ですか？私の趣味はスポーツです。どんなスポーツしていますか？バレーボールとか、水泳とか。はい、じゃあ身長がどのぐらいありますか？身長どのぐらいありますか？身長、高さはどのぐらいありますか？161センチメートル。
160センチですね。はい。体重は何キロありますか？50キロです。50キロですね。はい。理想の体じゃないですか？はい。日本の料理食べることができますか？はい、できます。何が好きですか？うどんとかラーメンとか。はい。わかります。例えば、知らない人と、知らない人に大変なことあったら声かけますか？はい。例えば、おじいちゃん、おばあちゃん、知らない人ですけど、ちょっと大変なことあったんですよ。声かけられることはできますか？はい、できます。恥ずかしくない。大丈夫です。大丈夫。わかりました。はい。そうですね。あと、日本語、今 N3 持ってるんですけど、次 N2 とか取りたいと思いますか？はい、はい、N2 に取りたいです。N2 取りたいですね。この仕事、3年間ではないんで、5年間の中、3年ぐらい、仕事を働きながら研修できますので、いろいろ勉強させていただけると思いますので、福祉の資格、介護福祉士の資格も、取ることもできる、頑張れば取れるので、3年、介護の資格取れたら、正社員、そうですね、帰ることもできます。そうしたら、家族呼ぶことはできます。うん、それ取りたいですか、はい、国家試験。はい、うん、かなり難しい。できれば、はい、頑張ります。頑張りますね。はい、まあ、そうですね。あと、血液型、何型ですか？はい。血液型。あ、ベトナム語ね。山王、はい、あ、山王は、王です。大型ですね。大型。はい、わかりました。あと、アレルギーとかありますか？ないです。3年、まあ、今まで4年間いたんですけど、日本に病気になったり、心臓が悪いとか、背中痛いとか、そういうことはありましたか？ないでした。たまに、風邪がありますけど、それ以外ないです。うん、今まで、休みますっていうのを今までのした仕事何回休みましたか？休みの日。疲れて休みますと何回ありましたか？ないです。あ、ないですね。はい。はい、わかりました。はい。うん。そうですね。はい。わかりました。じゃあ、今日そういうところでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。